コトラコトラは、旧道は工業片上鉄道基地ヶ原駅に、駅長猫として勤めていた猫である。保存鉄道団体、片上鉄道保存会会員の飼い猫で、同会は、旧片上鉄道車両の胴体保存活動を行う、日に、駅長帽やヘルメットをかぶり、基地ヶ原駅に出勤する。2015年5月6日をもって、駅長職を、公認の、 ホトフに引き継ぎ、以後の役職は、食卓駅員となっている。2017年11月13日に死去していた、ことが明かされた。廃駅であるとはいえ、和歌山電鉄岸川線、岸駅の駅長に任命された玉よりも任命が早く、日本初の駅長を務めた猫でもあった。2002年春頃、岸ヶ原駅周辺で生まれた野良猫5匹のうちの1匹、 これをもらい受けた片上鉄道保存会の会員が、旧片上鉄道車両の展示運転中、吉ヶ原駅で手作りの帽子をかぶせて、駅長が仕事の猫としたもの。名前の由来は、柳原鉱山から産出される、硫化鉄鉱石運搬用主力貨車、虎と毛並がサバトラであったことから、飼い主が2005年4月12日にトラのブログを解説するにあたり、 当時、猫の駅長、駅猫という言葉は検索で見つかったためそこにはない名前をと、駅長猫ことらの一人ごとと名付けたのが、駅長猫と呼ばれるようになった始まりである。吉地原駅における展示運転日には、車両到着時に触れ者防止として来園者の注意を、車両から逸らすのが、役目のため、CM 撮影時に白く塗られたホームのベンチにいる。ありがとうございます。